お前ら正気じゃねえ。目がいってやがる。尾崎、勝ったのかな。さあな、負けじゃないだろう多分。このバカ、誰がバカだよ。お前以外に誰がいるんだよ。めいちゃんに謝れよ。なんでだよ。お前さえちゃんとしてりゃこんなことにならなかったんだよ。ほんとダメな兄貴だよ。喧嘩売ってんのか。まあな。ともやくん、砂原さん、やめて、やめてください。このバカ野郎。お前のせいでメイちゃんがどんな思いをしたと思ってるんだよ。お前がしっかりしないでどうするんだ。お前はメイちゃんの兄貴だろ。もっとメイちゃんのことを考えてやれよ。考えたぞ。嘘つけ。メイちゃんが俺みたいな男に引っ掛けられてるのに、お前何もしなかっただろ。心配しなかっただろ。したよ、心配したよ。じゃあなんで放っておくんだよ。言い訳があるなら言ってみろ。お前ならいいって思ったんだよ。もう本当は最後まで隠れていようと思ってたのに、お前がだらしないから出てきちまったんだよ。ともやくん、スノールさん、やめてください。ちゃんと名誉守ってやれよ。それが彼氏の役目だろ。てめえ、スノール渚ちゃんと別れるぐらいメイが好きなんだろう。だったらもっとしっかりしろよ。お兄ちゃん、岡崎さん、2人とももうやめてください。渚ちゃん、なんでここにいるの。